コロナで全体で練習をやるっていうのがなかなか難しい中で、全員が自主練に励んで個人のレベルを高めて試合に臨むっていうのを意識してやってきたので、全体としても今日はまとまれてやれたので良かった。1回の裏、守備に高木環奈さん、背番号18。4番キャッチャー安藤さん、そうですね、いいピッチャーで、ちょっとうちの方がね、そこちょっと崩せなかったかなという感じですかね。本当にまっすぐとスライダーなんですが、やっぱりスライダーのまだまだ見極めもうちの方もできてないですし、またそこを攻略していかないと上は目指せないかなという形ですかね。ちょっと勉強になりましたね、本当に。はい、小さな大会とかね、出て、もう少し本当に経験をね、全然経験がないのでやっぱり、経験を踏ませてですね、夏ね、取りたいと思いますので。まだまだ夏の大会の優勝期というのがうちの高校にありますので、まあ、一旦返して、この夏にうちの学校にですね、持ってこれるようにですね、また勉強してい、きたいと思います。もうずっと接戦の状態で、点数取った方が流れをつかめるという状況の中で1点を取り切れなかったっていうのが、まあ、今回の勝敗に大きく関わったところだなと思います。今日に備えても全員が万全の体制でやってきたので、本当にみんな最後まで力を出し切ってくれたと思います。夏は絶対に優勝します。